援はほとんどがゴンザレス。そうですね、まあ、当然といえば当然ですけれどもね、その中でこのリングに上がるルイシと小泉の気持ちというのはね、まあ、セコンデについているこのジョーさんも含めて、はい、どんな気持ちだったんですか。試合前にですね、暗示をかけたんですね、はい、暗示ですか。ルイシとタイで戦った試合覚えてるだろうと。タイで3試合して3つとも勝ってるんですけど、はい、あれと同じなんですね。観客の声援が大きければ大きいほど我々のファイティングスピリットは燃え上がるよなって言ったんですね、はい、だからこの周囲のプレッシャーを逆に自分たちのファイティングスピリットを盛り上げる出汁に使ったんですね。それで我々そのリング上がってニヤーっと2人で笑いました、なんかね、笑顔が今ちらっと映りましたけれども、うん、まあ、言葉は悪いんですけど、バカ野郎騒げっていう風な気持ちがあったんです。ああ俺たちはそれだけ燃えるから、ね、そういう風な気持ちを2人でなんかプレッシャーに負けないような暗示をかけてたんですね、聞くところによりますと、前回のマヌエル・メディナ戦の時には家族と祖国とそして俺のために戦えと、はい、ジョーさんが叱咤激励したそうですけれども、はい、今回はどんな言葉をかけたんですか。今回はですね、事前情報でその練習中ゴンサレスが鼻血を出してちょっと鼻を痛めてるっていう情報があったので、はい、こういう暗示かけたんですね。コブリタの方がその鼻が高くてハンサムだろう、ええ、あの鼻をお前の鼻みたいにしろって言ったんですね。ルイスお前の低い鼻みたいにしろって言って言ったんです。みんな大笑いだったんですけどね、ええええ、要するにジャブ右ストレートを鼻に集めよう。なるほど、そういう作戦で臨もうと。ということは大振りせずにストレートをまっすぐ相手の顔面を持っていけと、ストレート作戦なんだよね。インサイドからカウンターを打とうという作戦だよね。さあその作戦どういうふうにこのリング上で見せてくれるでしょうか。 WBC 世界フェザー級のチャンピオン、フィリピンのルイスと小泉、今日が初防衛戦。その相手は史上最強のチャレンジャー、コブリータことアレハンドロ・ゴンザレス、メキシコ。さあゴンザレスとしてももう一度あのベルトを取り戻したいところです。リングの中央に両者が集められました。静かに静かにレフリーの注意を聞きます。実力的にも本当に最強というチャレンジャー、さあ両コーナーに散りました。この大事な大事な第一ラウンド、どんな指示で臨むんでしょうか。私はルイスとこちらの KO を狙いって指示します。ヨシンバ KO できなくてもですね、はい、その強いパンチ叩き込んどくことで相手の規制を削ぐっていう作戦です。画面向かって右側がルイシと小泉、 WBC フェザー級のチャンピオンです。挑戦者黒いトランクス、こちらがアレハンドロ・ゴンザレス。まずは序盤左のジャブを伸ばしますルイシと、場内の歓声はほとんどゴンザ、おっといきなりのダウン。しかしおっとレフリーはここはスリップを取りました。ダウンですよ。今左が入ったようにも見えましたが、ここはイケイケですよね。さあ今度はルイスと小泉、今のはダウンというふうに本人も思ったような仕草を取りましたが、さあさあいきます。ここは本当にイケイケですよ、効いてますからね。ルイスとチャンス、左のフック顔面を捉える、右のフックボディ、そして顔面へと打ち明けます。焦ったような表情はゴンザレス、足元がおかしいですね。ちょっとおぼつかないですね。左のフック足に来てますよ。そして右がぐっと伸びていきますルイシと、一旦距離を取ります。中に飛び込んでいく、インファイトではしかしチャレンジャーの方が上ですかね。はい、その、まあ、作戦としてはですね、攻めるんですけれど、はい、距離を間違えてはいけないと。あ、やはり自分のその長いリーチを生かしたそのストレートを出してロングレンジで手を出していくという作戦です。ここは一旦体を入れ替えましたゴンザレス、ロープを逆に背負わせました。あ、しかし中からアッパーからね、左フックもいいですね。今の左フック一瞬にして自分の方に状況を良くしていきます。飛び込んでいったところアッパー、前取り直して自分の距離で戦ってますね。左のアッパーはこれは見切っています。さあ一旦こうして距離を取って、そして中に飛び込んでいって右のフック、右のストレートですね、あれもロングで
外から行きましたね。これは左アッパーで起こして右ストレート、あれもう練習したパンチです。第1ラウンドからいいところを見せておりますルイスと小泉。今日が初防衛戦ということになります。チャレンジャーは元チャンピオンのゴンザレス。最強の挑戦者ですね。左のボディはゴンザレス、右のアッパー、左のフック、この辺りも小さなパンチですが手数があります。ゴンザレス、まあ、頭を巻くなというシーンですね。ちょっと引き寄せるようなシーンがありましたが、この辺は怖いですね。この辺はさすがゴンサレスですね。第1ラウンドここで終了です。さあ第1ラウンドダウンかと思われるようなシーンがありました。このシーンです。顎かすってますね。顎かすってますね。左のフック、あのかすり左フックっていうのはですね、まあ一種のテコの原理ですよね、はい、頭を振りますからね、効くんですよね。もう一度ご覧ください。ああ確実に捉えております。顎の先のあたり、思わずゴンサレスが膝から崩れました。この左フックをですねカウンターで合わせるっていうのはルイスも本来天性のもんですね。しかしレフリーはここはダウンを取りませんでした。このあたりがどうこの後影響してくるかというところですが、第1ラウンドルイスと小泉優勢にスタートしております。まあここは当然ですね、まだ効いてますからね、はい、2ラウンド目もゴーゴーっていけっていう作戦ですね、まあ、タガログ語でタヨナって言うんですけどね。おタヨナだから行けよ。それでこのラウンドの間隔短く長かったんですよ。おそうですね。それで私言ったんですよね、何やってんだ早く始めてくれよっていうことをその向こうのコミッションに怒鳴ったんです。やはり地元メキシコということでややチャレンジャー有利というような部分もあるんでしょうか。さあそのチャレンジャーが出ていきます。ゴンサレス、ルイスト出ますね。右のストレート、コーナーに追い詰めます。一旦ここはブレイク。さあリングの中央です。気持ちとしては前へ前へ、ルイスト小泉。ゴンザレスも第1ラウンドのあのダウンにも似たこのスリップシーン、そこから何か闘志に火がついたのか。ルイストは手を出さないといけないんですが、はい、常に自分の距離で戦うということを忘れたらいけないんですね、はい、もうボクサーですから自分の長いリーチを生かしたストレートの距離で常に戦うことですね、じっと相手を見据えて右のストレートがぐんと伸びます。ルイスト、ゴンザレスのジャブ、左のボディ強烈、打ち終わったらすぐサイドへ出ますね、はい、数多くもらわないという意思が見えますね。だから打ったら頭の位置、足の位置を変えるんですね、はい、下がるんじゃない横へ出るんだ。そういう指示はこの大観衆の中、大歓声の中確実に伝わってたんですかね。いえ、それはもう練習で繰り返しその練習しましたね。もう指示なんか聞こえないですよ、届かないですよ。そうなりますね。観客わーわーですよね。さあここもじっくりじっくり攻めていきますルイスト、やや落ち着いた感じ。徐々に徐々に間合いを詰めていくゴンザレス。コーナーを背負って前に出ていきます。左フックが当たってると良かったんですけどね。ちょっと一瞬相手もスウェーして逃れました。体を揺すります。速い左のジャブ、ゴンザレス。この辺ジャブがいいですよ。しかしこのチャレンジャーのプレッシャーというのもかなりのものがあります。それをうまくかわしてルイスと小泉が中に入っていく。小さいパンチ、ワン・ツー・スリー・フォーと、この辺りも小さいんですけれども有効な、ね、パンチです。徐々に徐々にチャンピオンの顔が赤く変わってまいります。今のワン・ツー肩越しに打ったパンチもいいパンチになってます、はい、だいぶ両者とも体が温まってきました。ゴンザレスの顔もちょっと今
血が見えましたが、鼻血ですね。あ、今いいパンチ切りましたね。あとゴングに助けられたような形になりましたが、第2ラウンド終了です。2ラウンド目全般的に良かったんですけどね、はい、最後にその肩越しの小ぶりたゴンサレスにですね、強いパンチが来ましたね。ここはもうルイシとの畳み込むようなパンチ、相手が打ってきているところに合わせていきます。これインサイドからショートでその4つちょん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 とうまく打ちましたよね。そうでしたね。すぐサイドへ動きますね。ゴングと同時にルイシともちょっと怖いのをもらいましたけれども、そうですね、はい、まあ、2ラウンド目最後ですけどね、やはりこの辺が、まあ、小型コブラコブリタというニックネームを持つそのゴンサレスのですね、やはりその強さですね。さあ第3ラウンドです。 WBC 世界フェザー級のタイトルマッチ、ルイシと小泉はこれが初防衛戦、初防衛のプレッシャーの中、相手の国敵地に乗り込んでメキシコアレハンドロ・ゴンザレスと戦っております。この3ラウンドの前にですね、はい、私はコーナーのところでですね、自分でジャブワンツー何回も打ってですね、ルイシとストレート打つんだ、ストレートだって言ったんだよね。振り回してその距離を詰めてはいけない、ええ、ジャブワンツーストレート打てって指示したんだよね。あ、だいぶチャレンジャーの左目の下あたりが腫れてまいりました。右のストレートを伸ばしますゴンザレス、しかし左を返していくルイスト。今そのゴンザレスのストレートもシャープだったんですね、はい、外しましたけどね。あ、前のボディ、いいボディですね。ナイスボディ、左右のボディ、そしてアッパーショートレンジから見せますルイスト。あ、今もカウンター当てましたね、右で顔面へのいいパンチ、ワンツーから左アッパーでその相手の顔面攻めてます。今ルイスト、これだけゴンサレスが打たれるというシーンもあまり記憶にないんですが、さあここはゴンサレスも出ていく、もうカウンターうまく取ってサイドへ動きましたねルイスト。ここはセコンドのジョーさんの指示通り鼻を狙っていきます。鼻からの出血ゴンサレス、中に入っていく左のボディゴンザレス、右ストレート、やはりこの辺のコンビネーションというのはものすごいものがありますね。そうですね、やはり最強の挑戦者ゴンザレスですよね。出てくるコブリータに対してルイシと小泉、なんとか自分のペース自分のペースという距離を取っていきます。これもかわしていきます。左のフック、ゴンザレスの左が顔面を捉えます。大歓声、今左のダブル出てきましたね。このラウンドはゴンザレス、ここでちょっと切ったんですね。今バッティングで目ですか、ものすごい出血なんですね。ちょっと頭が当たりまして、右目ですね、眉毛の下ですね。ルイシとの右目の眉のあたりから、あー、ちょっと気にしました。今もここは出ていきます。ちょっともう右目見えないんですよねルイシとは。やっぱり血が目に入って見えないような状況ですか。さあイケイケムードです。もう会場大騒ぎです。ここでゴング第3ラウンド終了です。さあここでですね、まあ、3ラウンド目はもうゴンサレスのラウンドですよね、はい、ペースが変わりかけてました。ここで目を切りましてね、その止血をしたんですけれどね、はい、あのメキシコのそのドクターがですね、その見に来たんですよ。それで私は見せなかったんです。ほう、あの何でもないからもう早く向こう行ってくれと、そういうふうに言ったんですね。そういうところも敵地で戦う作戦の一つということになりますか、はい。今レフリーがですね、はい、そのこれはひどい傷だって言ってストップしそうになったんです。それでもうラウンドが始まりそうだったから行け行けで、それでだからここちょっともたもたしたでしょ、はい、これレフリーにこれでストップされそうになったんですよね。もうパクッと割れたすごい傷だったんです。さあその流血戦ということになります。第4ラウンド、ただ血は止まりました。そのそれだけ大きな傷なんですけどね。
右のストレートを伸ばします。ゴンザレス出てくるところにパンチを合わせていった。ルイストだからルイストにはですね、もうこのラウンドが勝負だ、このラウンド倒せなかったらお前 TKO 負けになる、行けですよね指示は。あ、やはりその傷という怪我ということがかなり影響してきますか。そのぐらいひどい傷なんですよ。もう深さ1センチ以上あった、1センチあったんですよね。その中で戦っておりますルイスト、だからここはもう、ね、狙ってるんです、一発狙ってるんです。左のフック距離を取ります。中に入っていく、あっと右ストレートをグラッときた、グラッときた、ルイストチャンスダウン、最後は右のストレート、そして左のフック。さあゴンザレス立ち上がることができるか。あー、ダメです、ダメです、レフリーのマーサーマーカンテが試合を止めました。ルイスト小泉見事に初防衛戦ノックアウト勝利飾りました。まあフルカウントはしなかったんですけどね、もうレフリーはもう見た瞬間これは立てないということでですね、メキシコではノックアウトエフェクティーボーっていうんですね、効果的ノックアウトっていうんでノックアウトなんですよね。嬉しそうにガッツポーズルイスト小泉、こちら負けました。ゴンザレスは朦朧とした中、ものすごいパンチでしたね。右ストレート先のパンチ効いてますね。最初の右のストレートでグラッときました。あれでほぼ決まってたんですけど、そこは大打ちの右ストレート、ここはゴンザレスがまず仕掛けます。そこに左から右のストレート効いてますね。これで距離測り直して右ストレートです。はい、これです。バッタリとマットに倒れました。もう首がねじ切れるみたいな形でですね、右ストレート効きましたね。もう一度ご覧ください、これですね。これでもう完全に足に来てますね。あー、前を取っているのがよくわかります。首がもう本当にねじれるようですね。伸びの